第7回目かなに行く予定なんですけれども、雨でございます。なのでちょっとね、今回キャンプ厳しいのかなって思うんですよね。だからコテージかバンガローに泊まるっていうのもありかなとは思ってます。その辺は思ってます。なのでまあちょっとまたいつものように朝出てるんで、どっかで車中泊してから天気の様子伺ってから目的地決めていきたいと思います。でい、お腹が空いた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 。博多ラーメン、博多ラーメン、車の中で博多ラーメン。パーキングエリアに着きました。こちらで3、4時間もしくは4、5時間寝てですね、起きてみた時の天気で、次の目的地決めます。もうすでにね、あの湿気がやばすぎて、この状況でキャンプをしたらどうなるかっていうのがね、ちょっとね嫌な予感しますね。とりあえずおやすみなさーい。おはようございます。現在朝の9時過ぎぐらいですね。それでですね、天気予報一応確認したんですけどね、やっぱり今日キャンプやめとこうかなって、キャンプもバンガローもやめとこうかなって思ってて、やっぱりちょっとね、この湿気と天気予報が降水確率60から80近くあって、今日明日と今は曇りでまだいいんですけど、やっぱりこの湿気の中でキャンプをしたりバンガローに泊まると、やっぱりそこまで楽しめないかなって思ったんで、今回は諦めることにしました。はい、だからこれからちょっとどこに行こうかなって考えてるとこです。ひろしです。はい、あれからですね、どこに行くか考えた結果ですね、今神奈川県の川崎に向かっております。そして、競馬場ですね、地方競馬に行こうと思っております。川崎競馬場、平日の夜にね、トゥインクルレースって言って夜競馬やってますんで、そこでキャンプができなかった分、まあ雨降っちゃったらあれなんですけど、外でお酒を飲むっていう楽しみをね、味わいたいと思っております。これから川崎へ向かいます。渋滞なければいいな。はい、川崎着きました。競馬場の前にですね、一応飲酒、お酒飲むので、ホテル取ったので、ホテルのチェックイン時間まであと数時間あります。なのでラゾーナ川崎ですね、川崎駅の近くにある大型のショッピングモール、そこで時間潰したいと思います。マップ久しぶりのケンタッキーフライドチキンを食べます。というかね、超混んでる。火曜の平日なのに土日並みに混んでます。俺の声聞こえんのかな、これ混みすぎ。たいめいけんのオムライスにすればよかったですね。失敗ですわ。ケンタッキーフライドチキン
揚げ方がね、良くなかったね。びちゃびちゃだった。胃もたれ半端じゃないし。あらまあ、かわいいね。かわいいですね。こっち向いておくれ、こっち向いておくれ、こっち向いて、あれ、見てくんない。あらまかわいい、ちっちゃいね。そっち行かないで、そっち行かないで、そっち行かないで、そっち行かないで。あらま、なんでだろう、嫌われてんのかな俺。やっぱり見に来ちゃいますよね、キャンプ用品。これ欲しいよね、これスノーピーク、やっぱいつか欲しいな。このカップね、マグね、欲しいですが、高いわやっぱ。楽しいね、キャンプ用品見てるの。やっばい、ラゾーナが楽しくて3時過ぎちゃいました。チェックイン時間過ぎちゃいましたよ。急いでホテル向かいます。なんか天気がすごい良くなり始めてるんですけど、キャンプを諦めた途端に、なんか雨逆に降ってほしいような気持ちに襲われるよね。あれホテル着きました。広い競馬場から近めのホテルですね。リノベーションされたんだろうな。だいぶホテルの外観とは違う感じですね。広い広い、ベッドも広いしね。いやー眠い。はい、現在午後の6時ぐらいですね。寝ちゃいましたね。で、泊まってるホテルがこちらです。今から川崎競馬場に徒歩で向かいたいと思います。渋いホテルでしょ。あららららららら、川崎競馬場に向かう途中に、あららららら、間違えてこっちに入っちゃいそうになりますね。着きましたよ。入場はスマホの画面を見せれば、無料だそうなので、中入っちゃいます。いやー競馬場の雰囲気いいな。ここからだんだん、日が暮れてってもまだ馬は走りますからね。まずは馬券買っちゃおうかな。とりあえず今コースの目の前陣取りました。競馬を生で見たことない方のためにですね、一回ゴール前で、競馬の迫力を見ていただきたいと思いますので、このまま1レースだけ見ます。このレースの名前が弾ける甘さ読めないなんとか綾瀬コーンハイですね。もう入ってます、入ってます、バッチ見えますか。このまま取っちゃうか、取っちゃうわ。もうアピール順調、もう周り結構人がいるんで、多分この後夜はねここ陣取れないわ。はい、おっと、この人超速いね、馬。すごいすごい。物も売ってねえじゃんこれ。速いでしょ、速いでしょ。じゃあこっから見えない、これはちょっとさすがに見えないね、奥の方は。
来た来た来た、ほら早い、引くとこんな感じですね。引いて取るね、一回見える見える、あれね、あー見えないか、やっぱ奥、あと最後の直線に入ったのもここら辺がこの観客がすごい盛り上がりますので、今ちょっと見れないね、こっちね、カメラワークごめんなさい。はい、これが最後の4コーナー回ってきて、はい、最後の直線、ちなみに私の予想は5、6、7、8、4コーナテーマの方です。じゃあこの後ちょっと私たちも馬券を買ってお酒を飲みたいと思います。あれ、飛んだ？来ました。はい、3000円分、馬連3連複で、超適当に買いました。いやー、いい雰囲気っすなここな。ちょっとこういうところでビールとか飲みたいと思います。ご来場のお客様にお願いいたします。あーパドック最後の馬が、あー行っちゃう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 、うわここがねいい雰囲気だったんですけどね、やってなかった今日。こんな感じなんですけど、こういう感じで川崎競馬場商店街、あのお店がほとんど開いてなかったのでここで買います。混んでるな、ビールすらまともに買えないよ。こっちが手前に、はい、やっと購入できましたよ。じゃあビールいただきます。見えない見えない見えない、冷えてない、冷えてる。ところのね、焼きそばが、まあ、あの屋台飯っていうんですかね、うまいよね、本当に。暗いかな、少し。いただきます。うん、うまっ、うまいわ、いい味。はい、じゃあとりあえず本日の目的であるですね、競馬場で酒を飲むという目的は達成いたしましたので、おそらくこの動画もまた少し長めになってるんで、ここで一旦切りたいと思います。後半はこの馬券がどうなったかというのをお見せできたらいいなと思いますので、よかったら後半も見ていただけたら嬉しいです。概要欄ですね、よかったらチャンネル登録高評価など概要欄からしていただけたら嬉しいです。では後半また。